マッキーズポートはアメリカが州国ペンシルベニア州西部のアレゲーニー郡の都市である。モノンガヒラ川とヤカゲーニー川が合流する地点に位置しピッツバーグ大都市圏に属している。2010年国勢調査での人口は19731人だった。アレゲーニー郡で人口ではピッツバーグ市に次いで2番目に多い都市である。 マッキーズポートは1795年に入植され、その設立者、ジョン・マッキーにちなんで名付けられた。1830年までは、田園の村だったが、この年に、地域で石炭採掘が始まった。歴生炭の大きな埋蔵があった。マッキーズポートは1842年に、ボローとして、1891年に市として、法人化された。人口は20世紀半ばまで、 着実に増え続け、1940年代がピークだった。1900年では34,227人、1910年で42,694人、1920年で45,975人、1940年で55,355人だった。1940年代から人口が減ったのは、鉄鋼産業がよそに移転して、地域を襲った。 経済低迷のせいである。市内の主要雇用主は、交換のメーカーである、ナショナルチューブワークスであり、1万人を雇用していたこともあった。100円ショップの GC マーフィが最初の店を開いた場所である。フィラデルフィア出身の初期開拓者で、デイビッド・マッキーの息子のジョン・マッキーがモノンガ・ヒラ川と、ヤカゲーニー側が合流する地点近くにマルタゴヤを建てた。その場所が、 現在のマッキーズポートになっている。マッキーは父がやっていた川の渡し船業を引き継いだ後、マッキーの港と呼ばれることになる都市の計画を立てた。マッキーはピッツバーグガゼットが見に、その提案を載せ、新しい住民が土地を20ドルで買える計画を打ち上げた。フレンチインディアン戦争の頃、ジョージ・ワシントンがその友人であり、セネカ族インディアンの支配者、 アリクイッパ女王を訪問するためにしばしばマッキーズポートを訪れた。1795年にマッキー一家が入植した後、石炭の採掘が始まった1830年に町は成長を始めた。最初の学校校舎が1832年に建てら、ジェームズ・ E ・ヒューイが初代校長になった。市で最初の成功書は1851年に設立された。 1872年、ナショナルチューブ社が解消され、US スチールの一部になった。同社の解消直後の時代に、アメリカ合衆国国政調査局によれば、国内でも最も成長速度の高い自治体になっていた。アメリカ合衆国東部の他の地域、イタリア、ドイツ、ロシア、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーから家族連れの労働者が移ってきた。その大半は、 ナショナルチューブ社で働いた。1900年代、マッキーズポートは製鉄業の中心として全国的な重要都市になった。市の人口は1940年に55,355人でピークに達した。ナショナルチューブ社が1980年代に閉鎖され、モンバレーにあった US スチールの他の製鉄工場を続いた。地域開発機関の助けを得て、市は 元成功書があった場所の再活性化に取り組んでいる。1947年4月22日、当時はアメリカ合衆国会議員だったリチャード・ニクソンとジョン・カイ・ケネディが5回行った討論の第1回目をマッキーズ・ポートで行った。この時の議題は労働問題だった。それから13年後の1960年に、 両者はテレビ中継された大統領選挙の討論で再度戦うことになった。マッキーズポートの歴史を通じて数回の火事が市内で大きな損害を出させてきた。それぞれの損害額は下記の通りであるがインフレ効果を見れば現在の価値に直すともっと大きな額になるはずである。マッキーズポート中心街のフェーマス百貨店の火事は ジェニーリンド通りの周辺の企業や家屋14棟と、他方向に広がった。火は南に広がって、エルクス、テンプル、マーケット通り学校を破壊し、6番通りを越えて、ストリフラーの葬儀者に損害を与え、東のマーケット通りを越えて、カダーの衣料品店、本屋、夫の趣味の店、ファーマーズプライドチキンの店、コニーグリルレストランが入ったビルを破壊し、 マッキーズポートシネマとマッキーズポート、国定銀行支店に損傷を与えた。火は5番アベニューも越えて、ケリービルに移り、アップルショップ、フェイングスベーカリー、ナタルのスポーツ用品店にも被害を与えた。1時間の間に複数の不審火が起こった。夜間に2ブロックから3ブロックの範囲で、商業ビル1棟と住宅ビル2棟に放火があった早朝を火事で逃げ遅れた。 住民約30人が救出され、特に重大な怪我人はなかった。消防署と警察及び救急隊員が合同で、活躍した、マッキーズポート市は、北緯40度20分38秒整形79度50分56秒、北緯40.34389度整形79.84889度、 40.34389-79.84889に位置している。マッキーズポートは、ピッツバーグの上流約12マイルに位置し、モノンガヒラ川とヤカゲーニー川が合流する地点にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.4平方マイルであり、このうち陸地5.0平方マイル、水域は0.4平方マイルで、 水域率は7.06%である。マッキーズポートの気候は、暑く湿気た夏と、外して温暖から、冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分によれば、温帯湿潤気候にあり、略号は、CF である。マッキーズポート市、の人口は第二次世界大戦時をピークとして、その3分の1にまで減少してきた。 1940年国勢調査では5万5千人見たものが2010年では2万人を切るまでになっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マッキーズポートの人口は多様な人種と民族の集まりである。この文化遺産を縮すために毎年民族料理祭を開催しており、町は国際村と呼ばれる。 1960年から毎年3日間開催される祭りはピッツバーグ地域最大級かつ最古の民族祭であり、アフリカ、中国、クロアチア、イングランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハワイ、アイルランド、イタリア、レバノン、地中海、メキシコ、ポーランド、セルビア、スロベニア、スウェーデン、ベトナムの料理が出される。 マッキーズポート警察署には55人の常勤と10人のパートタイム警察官がいる。アレゲーニー軍の中で独自の捜査局と交通部があることでは数少ない警察署である。捜査局には少年、薬物、コンピュータ犯罪、刑事犯を対象にする4つの部がある。近くのホワイトオークに駐在所があるアレゲーニー軍警察署と密接に協業している。 2013年7月時点で薬物乱用防止教育、川における救助、特殊部隊、交通部、バイクパトロールに参加する部隊がある。刑事、交通、警察犬などの特殊部隊もある。2013年7月3日時点でマッキーズポート消防署には2つの駐屯所がある。第1駐屯所は消防署の管理本部であり、中心街に隣接する。 ライロー通り201の公衆安全ビルに入っている。第2駐屯所は、レンジーハウゼン公園のエデンパーク大通りと、チューリップドライブの交差点にある。救急対応は、マッキーズポート救急救援サービスが対応し、救急車は5両備えている。エヴァンスアベニュー1604を拠点にしている。ピッツバーグ大学医療。 センターマッキーズポートは1894年の設立であり、急性患者用の216床と熟練看護を要する患者用に56床を備えている。5番アベニュー1500にあり、1998年4月にピッツバーグ大学医療センターのネットワークに入った。集中治療室や心疾患集中治療室に加えて、心疾患、神経疾患、 整形の診断がある患者にリハビリテーションや教育を提供している。最新式の救急対応室が1999年12月に開設された。ありがとうございます。